皆さんこんにちは、アウトドアプロデューサーの長谷部正和です。ビーパル公式 YouTube をご視聴いただきましてありがとうございます。本日はこちら、インフレータブルマットをもっと快適に活用して眠る方法をご紹介したいと思います。さて、こちらは僕が普段使っている、特にオートキャンプの時ですね、車で移動できる時に使う、極厚のタイプのインフレータブルマットなんですけれども、僕ね、もう部類のもうインフレータブルマット好きなんですよね。もうほんと無類のって言っても過言ではないと思ってます。コットもいいですし、いわゆるクローズセルマットもいいんですけども、もう一番大好きなのがこれなんですよね。海外に遠征に行く時もこの薄いタイプを使ったりしてるんですけれども、これいろんな方とお話ししたりしていると、なんかインフレータブルマットってふかふかなようで、なんか意外と硬いし寝心地悪いんだよねっていう方が多くてですね、もうこれは悲しいと思って、なので僕はどういうふうに普段これを活用して快適に眠ってるのかっていうのを、いくつかのポイントに分けてご紹介したいと思います。さあ早速ご紹介させていただきたいんですけれども、今回は大きく3つの方法でどういうふうに快適にするのかっていうのをご紹介したいと思います。まず1つ目、これ一番重要なポイントなんです。インフレータブルマットっていうのは、いわゆるまあスポンジみたいなものと空気のハイブリッドのいいとこ取りのマットなんですよね。いわゆる空気のふかふか感だけじゃなくて、マットのちょっとこう粘りがある感じっていうのがあるので、まあ、比較的快適になるようになってるんですけれども、ただ皆さんはこの1つ目のポイント間違ってませんかっていうところです。1つ目は空気をパンパンに入れればいいってもんじゃないんですよっていうところなんですね。でこれよく本当にパンパンに入れてしまって、でなんか結局硬いんじゃないかっていう風に、思われて、なんとなく結局快適じゃないよねっていう風になるんですよね。でこれっていうのは、まあ、空気を入れて本当は快適なクッション具合に調整するためだと思ってください。例えば、まあ、ここに、バルブがあります。で僕の寝てる感じだとちょっと今パンパンに入れたので固めなんですよね。そこで空気をちょっと抜いてみます。これぐらいかな。はい、ちょっとこうマットのところに、僕の体がさっきよりも食い込んでるの分かりますかね。これだと個人的には、ちょっとお年頃なので腰も痛くなるんですね最近。なので、ふかふか感とさらに、ちょっとスポンジの感じが味わえて、かつ体のこの出っ張り具合にしっかりとフィットするぐらいのへこみ具合にしてあります。こうすることによって、まずはこのマット自体のポテンシャルを自分に合わせて最大限カスタマイズできているということになります。ただマットの厚みがちょっとへこめばへこむほど、下に下がった部分の保温力、いわゆるこう断熱力っていうのが下がるっていうのがデメリットになります。ただこれを防ぐ方法は次にあるのでご紹介しますので、ご安心ください。さて2つ目です。今クッション具合を自分の体に合わせてカスタマイズしたので寝心地は良くなりましたが、地面とそして自分の体、マットを挟んでだいぶ少し近くなってしまってるので、地面からの冷気、この時期だと特に寒いじゃないですかね。夏だったらまずこれで完璧だけれども、今みたいに冬になってくると冷気を遮断できないので、これを追加します。ね、これ、まあ、片面は色がついてて、で片面は銀色になってる、まあ、いわゆるオールウェザーブランケット系のやつで、薄いシートなんですけれども、地面からの冷気を遮断する力があったり、暖かさを少しこう留めるような能力があるので、これを1枚薄いんだけど引くことによって
冷気をさっきへこんだ分、地面と少し近くなった分をの冷気を少し遮断して、暖かさっていう意味での快適さ、冷気を遮断するっていう意味での快適さをプラスすることによって、まずは体にフィットさせる、そして2つ目の、このシートを使うことによって暖かさの快適さを上げるっていうことで、まずこれで2段階で快適になりました。では次です。さあ、それでは3つ目です。これで、完成形に僕はいつもしてるんですけれども、まあ、今ふかふか具合、そして冷気遮断2つ目まで行って、3つ目、今度はこのインフレータブルマットで、よく僕仲間とかに言われたりお客様に言われたりするのは、シュラフ、寝袋とマットの上、この間がナイロン同士なんで、寝てると滑っちゃって結局マットから少し落ちてたりずれてたりして寝心地が悪いっていう風に言われるんですよね。で、それを僕は解消するためにこういうブランケットを使ったりしています。まあ、どういう意味かっていうと、ナイロン同士だとどうしても滑ってしまうので、こういうウールとかのブランケットを間に挟むことで摩擦をなくして寝袋が滑りにくくなるんですけども、まあ実際どんな感じかちょっとやってみますね。ただこうやってかぶせるだけだと結局上のブランケット自体が滑ってしまうので、ちょっとマットにくるむようにして敷きます。で、その上に寝袋を置くことによってかなり滑りを抑えることができますし、もう一枚ちょっとこのブランケット分のふかふか具合があるので、朝までずれることなく快適にこの自分に合ったマットの圧力で眠ることができるっていう風なわけなんです。さて、いかがだったでしょうか。インフレタブルマットいまいちだなと思ってる方も、ちょっと世界が変わるんじゃないかなっていう風に個人的には、思っております。ぜひね、これを試していただいて快適なキャンプでの睡眠ゲットしていただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。さあ、いかがだったでしょうか。今回この動画少しでもためになったなと思ったら、ぜひいいねよろしくお願いいたします。そしてビーパル公式 YouTube への登録もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。